7月19日月曜日朝5時17分のホームポイントはかすかなオフショアが背後から吹いてますね。海には筋のようなうねりはないことはないという程度で今日もフラットですね。潮が沖に流れているのが見えるような気がします。正面これ釣りの船かな。早いな。手漕ぎの船ですね。もうあんなとこまで行ってる。ホームポイントの右もかすかなオフショアで、こちらはもう湖のようにフラットですね。気温は24度ぐらいです。風はかすかなオフショア、それが涼しいって感じがしますね。24度だと。海はフラットがずっと続いてますね。いつになったら波が戻ってくるんですかね。